はい、皆さんこんにちは。今日もドゥカティに乗っておりますでしょうか。今日もよろしくお願いいたします。足が届かない。こうアグスタはまあまあツンツンなところが、このドゥカティ本当にツンツン、つま先のですねここら辺だけで立ってます。ようやく納車ということになりました。イエーイ、今日もよろしくお願いいたします。まず乗って10秒10秒インプレッションになるんですけれども、音がうるさい、変わった音がしますね、このエンジン、マフラーで。今ストリートモードなんですけれども、トルク付きがえぐい。これはアグスタにもない、めちゃくちゃ付きがいい、低速の恐ろしいぐらい背中からドンと押されるぐらいのトルク感があります。そしてクラッチのつながりは非常にいいけれども、1速2速3速4速ストローク量がすごく短い。クラッチのですね、動かす距離が非常に短い。足回りは結構突き上げがある。今サスペンションのモードは全然分かってないですけれども、硬い。さあブレーキ、いやブレーキよりも怖いのが足つき。これかなりツンツンですね。ニュートラルに入れる感じは非常にいい感じです。ただし前傾感がちょっと今までのバイクの中で最強です。もう位置が低い、明らかにこのライディングポジションは非常に前のめりになります。ここまで来るとは。街乗りバイクで買ったつもりだったんですけれどもこれ街乗れないなさあミラーはまあ大きさ的には見やすいけれども、やっぱり想像していたアームがここ短いのでブルブルしてます。ブルブル感があって40キロ台で後ろの視認性は見にくい。ブルブルしてますね。このミラーはちょっと変える必要があるかも。でこういうちょっと路面の悪いところの足つきはただ怖い。本当にクラッチ入るこの距離、ストロークはめちゃくちゃ短い。本当にショートですね。見た感じが結構やっぱりスタイルが独特。タンクが大きくてこのニーグリップするところからどんどん細くなっているというのが、私の今まで乗っていたバイクだったんですけれども、タンクよりも下が太い、このカウルが外に出ている、そんな感じですね。音は結構今の低速でも非常にいい。すごいエンジン感が出ている音ですね。高音ではなく結構どう言ったらいいんでしょうか、滑らかなうるさい音みたいな、そんな感じですね。いや1回1回の信号の足つきが GS 以上に怖いぞこのバイク。でカウルスクリーンはポコッと小さい、幅が狭いって感じですね。高さはあるにしても、まあ、ちょっとポコッと感ですねまあ前オーナーさんがどう乗られていたか分かんないですけれども、まあまあ街乗りしよう、ちょっとタンクの傷関係を見る限りちょっとそんな気がします。そしてよいしょ、前のウイング、思ったより下向いてるんだな。さあ鳴らしも関係なしに ETC チェック OK。 さて高速道路行ってみようと思います。今乗り始めて約5分、
すでに暑い。左太ももなのかな、右太ももなのかな。いや、これは両方だな。両方の太ももの裏付け根ぐらいから熱が上がってきてます。高速走ってもこれは相当な熱が来るぞ。そんな感じです。車重はまあ200キロは確かあったはずなので軽いとは言いませんけれども、まあずっしりこの前の空力の羽が効いてるのか、まあ70キロぐらいでは効かないでしょうけれども、なんか気持ち的にはどっしりした感じは乗っていてあります。でポジションがですね非常に前のめりになってますので、本当に前の前の方に座ってるようなイメージ。ちょっと後ろに座り直して、タンクはまだ2グリップのパッドがついていないのでちょっと滑るな。なるほど。そしてクルーズコントロールはおそらくないのかな。いやーこれはちょっと慣れるまでに時間がかかりそうなイメージではあります。バイクに慣れるということなんですけれども、その前にこの姿勢に慣れるっていうのが第一優先かもしれません。さて4速からちょっと落としてみましょうか。3、エンジンが面白い音がする。2速、やっぱりポジションがね少し慣れが必要ですね。このハンドルに体重が乗らないような運転をしないとこれは疲れちゃいます。まあそれ以上に左足太もも裏ふくらはぎ裏そう暑いです。高速道路で暑いかっていう感じですね。水温計がここにあるんですけれども、まだ半分よりもちょっと下、その世界でもこの暑さか。なかなかドゥカティやばいかもしれない。暑い、めちゃくちゃ暑い。さあ右方向、よし。そうですね、結構足が硬いセッティングになってるな。さあ手に体重が乗らないように。お、面白いぞ。後ろ足で蹴る感が感じれるバイクですね、このバイク。お、この感じもまた初めてだ。エンジンだとかですね、足回り、基本的にそういうスペックは私もう無知に近い状況なんですけれども、もう全ては自分の感覚のみで判断しております。エンブレム結構効くな。まあ今そういうセッティングになってるのかな。なるほど。しかし今の段階でこのバイクとの距離感といいますか、感覚のですね、それはあまりこの高速道路を乗る限りは感じない。意外と何でしょう、なんか意外といいですね。親近感がちょっとあるような気がします。ただし熱は除きます。暑いんだけどこれ。なるほど。いやでもこれはいい。これは今までにですね、まあ SS と言ったら BMW 系アグスタ系しか乗ったことがないんですけれども、
これは第3の感覚のバイクです。この振動どこどこ感もなかなかいいな。さて左後方、よし、とりあえずですね、いつものお店からの超ファーストインプレッションということで、今日の動画はこれでおしまいにさせてもらいます。暑いということで、次回はですねちょっと部品とかつけまして、一つずつ体を慣らしていこうと思います。はい、今日の動画はドゥカティ納車しちゃいましたという動画になります。では皆さんありがとうございます。バイビー。暑い。